A quick reminder today that smoking is only allowed in areas shown on this map. Thank you for your cooperation.いよいよ初戦を迎えた本大会、果たしてどのようなドラマが生まれるのでしょうか。世界が注目する一戦です。 e フットボールスタジアムで行われる本日のゲームです。この時間はマドリーチャマルティン対浦和レッズ、こちらをご覧いただきます。今日の天気ですが晴れです。今夜のゲーム好条件の中行われます。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。それでは今日のゲーム見てまいります。シュート、キーパー止めた、こぼれた、おっとコーナーキックへと続きます。立ち上がりのコーナーはね、チャンスですからね。ここはディフェンスの対応、バルベルデからキミッヒ、どうだ、サカ、危ないシーンでしたがここはクリアの対応。仕掛けるか、来たぞ犬飼、これはいいディフェンス、取らないですね。縦のボールを入れてきますが、これは合いません。裏を狙っていきます。浦和レッズカウンターを仕掛けます。折り返します、これは直接キーパーへ。犬飼、このボールに触ります。キーパー前へ蹴り出します。ポーランドからバルベルデ、さあムバッペ、自分で行く、ムバッペ、サカイ、これは積極的なチェック、ダービッツからムバッペ、さあ裏を狙っていきましたがこれは通りませんでした。小泉、スペースを使う、ここで受ける、かわした、シュート、倒されます。これはペナルティーエリア内、足いっちゃいましたね。浦和 PK を得ました。先制のチャンスだ。決めた、先制、非常に落ち着いていました。きっちりと決めてきましたよね。落ち着いてましたよね。さあ浦和、貴重な先制点を奪いました。アウェーですからね、まあいろんな意味で非常に大きな点ですね。そうですね。このボールはカットされます。これは届くか、デルピエロからのスルーパスをカットしました。裏を狙う、このパスが抜ける、
インターセプト。縦へ組み立てる。このボールをカットします。小泉、ユンカーから頭で来た。いやー、これはナイスセーブ。あの位置からのシュートでしたけどもね、素晴らしいですね。岩尾、キャプテンマークを背負っています。岩尾、これは合いません。酒井から岩尾、クロスを折り返す。キーパー弾く。スピードアップしたいですよ。ここはこれは繋がりません。マドリーチャマルティン、カウンターを仕掛けていきます。これはカット、クロス、ゴールキックとなります。このボールはつながりません。スルーパスを狙うと呼んでいた。ゴールキックです。伊藤、素早いパスで攻め上がっていきます。これはなかなかこじ開けられない。小泉、裏へのスルーパス来た。これはどうだ、シュート。さあ仕掛けるか、来た、シュート。いやー、北澤さん、これはいいセーブでしたね。素晴らしいですよね。ファインセーブですよね。ポーランドへ、スペースを狙った。ここは繋がりません。これは合いません。There will be one minute at a time. ファーストハーフもアディショナルタイムに入っています。とこれはつながりません。ここで前半の45分が終了しました。前半から得点が動いています。浦和、今のところリードという状況です。全体をしっかりと見渡しながら行くときには行くっていうサッカーができてましたし、後半もこのまま行けば問題ないでしょうね。マドリーチャマルティン対浦和レッズ、浦和が前半終わって1対0リードで折り返します。さあ後半スタートです。浦和 1-0 リードです。この位置で受ける。酒井、ここはつながりません。岩尾、これはチャンスだ。これを読んでいた。いや、展開早くなってましたね。フェデリコ・バルベルデ、まわたり、裏のスペースを狙う。さあ裏を狙っていきましたが、これは合いません。アントニオ・リュディガー、これは合いません。岩尾、ここは下げます。小泉、小泉から酒井、おー、いい形じゃないですか。中折り、シュート、止めた。ここは笛が鳴ります。やや深い位置からのフリーキックです。ゴール前でのポジション取り大事になってきますよね。ボールを奪いに行きます。ポーランド、ここは守備の対応。まわたり、ここでファールがありました。
ショルツ。西川大きく前線へ。ここも固い守りでボールを奪います。スペースを狙う。さあカウンターのチャンスになります。スルーパスを出す。おお、これいいですよ。ここはつながりません。シュート、クルトワ。いやー、よく反応しましたね。これディフェンスはキーパーに助けられた感じでしょうね。このピンチでしたがナイスセーブ。相手は高さありますからね。足元を入れていくのも一つですよね。どう打開するのか見ものです。ここはキーパー処理しました。リズムを失ってますよね。ドルサードでこれだけボールを奪ってしまうとやはり可能性なくなりますよね。さあここでカウンター。これ仕掛けるか。さあ抜けた。スピード上がってきますよ。抜ければチャンス。ワンツー抜け出すか。あ、開いた。チャンス来た。シュート。あー、追加点。追加点決めます。これで2点差。ワンツーからのこのフィニッシュいかがでしょうか。そうですね、まあ、このワンツー出したと受けての関係性、これは素晴らしかったですよね。さあ浦和、さらに1点を追加し2対0としています。浦和としては2点差。ヘディングこぼれます。ムバッペ。積極的な守備を見せます。ポーランド。さあカウンターを仕掛けます。さあホーランド、岩尾から大きく立て、さあ一気にカウンター。チャレンジしたところ、これはファールではありません。カゼミロからムバッペ、ムバッペからホーランド、ホーランドからムバッペ、ホーランドからムバッペ、インターセプト。モーベルグから小泉。さあホーランド、危ない。クロスを入れる。そのままキーパーが抑えました。キミッヒからバルベルデ、ポーランドからバルベルデ、シュート。マドリー・チャマルティン、絶好のチャンス、ものにできません。ちょっと判断がね、そのプレッシャーからかどうか難しいところですね。浦和がメンバーチェンジをします。これは奪い返します。飛び出した。ポーランド。ああ、いい展開ですね。シュート、フィニッシュまで持っていきましたが、シュートは枠を外れていきました。ユンカー、この辺は人に対して厳しく言ってますよね。ファウルなしです。ポーランドが受ける。裏を狙っていきます。いいボール入りますよ。ポーランドへのボール。お、これいいですよ。ここで丁寧にボールを扱う。るか、ムバッペ、うん、決められなかったか。中央、フェデリコ・バルベルデ。オフサイドです。
小泉から江坂、ここは通しません。カゼミロ、デルピエーロへ。長い長い笛が吹かれました。試合終了です。2対0。素晴らしい勝利で見事突破を確定。これはサポーターも嬉しいでしょう。北澤さん、試合を振り返っていかがでしょう。素晴らしい勝利でしたね。勝って突破を決めるという選手にとっても監督にとっても最高の結果になったんじゃないですかね。はい、そうですね。さあ、そろそろお別れの時間です。解説は北澤剛さんでお送りいたしました。北澤さん、いろいろお話ありがとうございました。ありがとうございました。浦和が見事目標達成です。